あ、すっかり夜か。スマホの掲示板は2時間後に鉱山の発破が行われるっていう話だったんだけど、でもそれとこれとって話一緒なのかな。でもそういう流れだと思うんだよな。無事に見つかりますように。そっか、シャーロットさん今祭りの準備で忙しいから常に見てるわけじゃないんだね。イーサン、携帯でかっ。トランシーバーか。早く出てくれ。携帯？トランシーバー？ でもなんか行みんな。われる割に人少ないな。場所違うのか。やっぱ私が勘違いし続けてるのか。あ、優しいライアン。こっちだ。なんか別の穴があるっていう話だったよね。穴があるっていうか見つけた的な。久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。ここやばそうだね。どういう風にやばいんかちょっと現地にいないから分かんないんだけど、仕事で来たりしないの？あ、そうだよね、なんだっけ、なんとかレンジャー。仕事で来たりはしないの？来ないよ。ここは私有地だし、昔は父さんと来たけど、その修行だって。あの頃は掘り出すのに山を吹っ飛ばしたりしなかったから。どうだ、タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。よかった。はあ、不安の種が減ったな。おい、どうした？シャーロットも心配だ。彼女は強い。平気だよ。さあ、探しに行こう。ああ、よかった。そこはないんだね。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られだろうな。そうなんだ。そういうもん。ね、見つかるよ。まあ、だな。恩に着るよ。俺にこのこと話してくれて。コーダの話？よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。任せて。多分。わあ、心配そも心そ配。も行動にはどこから入るんだろう。探索パートですね。で、R2 で走れる。はーい。入り口の看板。法的処置。これ私有地っていう話だったけど、一応許可は取って、許可取る暇なかったかな。シャッター見てみよこういう建物はホラー映画で見たな。う。 ホラー映画か。これは持ち物一覧表。なし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 、もちろんなし。あー、なるほどね。 全部ない。ポジティブな心構えもない。 私もそんなにポジティブではないが。発破予定の張り今紙。夜予定の爆破は兄さんが止めてくれてよかった。ねえ、てか夜やるんだね。いや、よかった。とりあえずそこの心配はなくなったのが本当に助かる。その止めるっていう発想なかったもんな、私。あっちはあんたの評価なんて気にしないだろうけどね。なんて書いてあんの？じゃ、いや、全然わかんないな。まあ、なんか悪口っつうか、なんかこう、思ってることに対しての、なんていうの、強い意志っていうか。イーサンを見つけるまでこれに乗って遊ぶのはお預け。エアハンマー？鉱山の道具って人殺しに使えそうなものばっかり。地面トントンするやつかな。焚き火跡。廃墟をバックに飲み明かさねえかとかやってたのかな。なんでこんなあんの？ゾンビの癖して少しも怖くない。ビールダル。消えちゃった。悪ガキどもの宴の跡か。なるほどね。兄さんがあそこ行って、
て、あ、トロッコ、トロッコ、ほう。一度乗ってみたいんだけど、これは無理。確かに乗ってみたい。ゲームでは何回も乗ったことあるけど、どうしよう、見る。この中に閉じ込められたらやばいよね。いや、想像するのやめた。いや、マジどこから入ってったんだろう。感謝プレートがある。イーサンを助けたら、私にも作ってくれるかな。ああ、はい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 、例のあれ。兄さんから話しかけようかな。あ、話しかけられないんだ。OK、じゃあこれを調べる。ここで何が？落盤だよ。たくさんの人が死にかけた。でもジェドがみんな助けたんだ。それがジェドが英雄と呼ばれるゆえんだ。で、タイフォンはここを閉鎖してジェドにあの店を与えた。与えたか。なるほど。ん？あ、漫画？おお、おお、よく気づいたね。同じだ。ここを漫画のモデルにしたってこと？ね。へえ。見当たらないな。ここじゃ。これ見て。マジか。すごいね、うまいよね。漫画の主人公は地下にあるモンスターの巣を目指してるんだけど、この地下って行動が広がってる、入れないかな。漫画でもそう、だから主人公は別の道を探すのに見晴らし台を使ったみたいな。なるほど、そこリンクしてんのか。あれだ、イーサンはきっとあの小屋に行ったんだよ。うーわ、ああ、すごいな。ゲイブ、あの門開けられるか。ああ、加工場を通り抜ける方法もあるんだけど、閉まってるんだよな。調べてみよう。イーサンはこの場所を漫画にしたんだね。近くのものを漫画と比較すれば何かわかるかもしれない。で、新しくヘルメット出たんだ。ボラボラだ。何があったんだろう。あのでかい建物の方を調べた方が良さそう。あ、なんか違うな。漫画に出てくる死体のようなものを探さなきゃ。こんな物騒なものが漫画になくてよかった。選択肢増えてんね。こういうの漫画にはあったけど関係は薄そうだね。漫画の中にこれがあったら性能は入り口を強行突破したかな。人とも話できるんだな。お、あんの？もう覚えてないや。正解だったり。イーさんはここに入ってったの。正解引いたー。マジか。この裏ってもしかして入り口？さあ、どうだろうな。開けよう。ああ。いやー、ショック。オートセーブだからさ、ロードして戻れないのがショックだな。まあ、そういうのはおいおいね、2周目とかで期待ですね。これも漫画にあった通り？え、もう入るの？待って待って。電気つけてくるから、イーサンを探してくれ。はーい。雰囲気ある。すげえな。さて、イーサンはどうやって反対側に出たんだろう。これ戻れる？あ、戻れないんだ。あ、漫画あるじゃん。タイトルに戻って続きからは多分そのチェックポイントからになると思うんだけど、エピソード選択っていうのがあって、これですね。これので、これなんだ、何かを取ってないのかな。で、
このシーンからやり直す、こっからやり直したらいいかな。あ、セーブデータあるじゃん。これオートセーブのやつってことかな。おほう、なるほど。こっからなので、ちょっと同じ選択をして同じところまでカットして戻ります。トロッコに乗るシーンはなかったはず。乗ってみたかったのにな。戻ってきた。ゾンビがここにいるってことは、なるほど、この壁みたいのはあっちの方角ってことか。そっかそっか、そういうことか。なるほどね。なので兄さんがこの漫画通りに行動に向かったなら、同じようにすれば後を追えるはず。はい完全に視線の先だから、あれをに触れないように。この樽はイーサンの漫画の血痕と関係なさそう。調べていく。性能がたどった血痕とこれは関係なかったはず。他は太郎、こんな物騒なものが漫画になくてよかった。ていうかすごいよね、ボイス量。いや、性能と同じように進まないと。これね、話しかけれるよね。ライアンは頼りになるな。来てくれてよかった。何かあったら言ってくれ。はーい。で、ここは調べちゃダメで、他を調べる。これ見るだけなんだ。ここは？漫画の血痕とこの中の液体は多分関係ないかな。すごいね、本当。立ち入り禁止の看板はなさそう。シャッターありそう。漫画には書かれてなかったはず。なるほどね。で、間違えた。もうこんなもんかな。おい、ということで戻ってきたっていう感じのとこからやっていくよ。なんだっけ、上にもっと登るね。隠された入り口を見つけられるかもしれないな。あ、飛んだりもするんだよね。はいはい。で、あの小屋っていう話。落書き。喜んでるかな、実現して。電話。この受話器を取ったらめっちゃ恐ろしい悪魔の声が聞こえてきそうな気がする声優さんすごいな。どなたなんだろう。あ、ん、え、なんて、うん、わかんない。待って待って待って、なんか言われてる、なんか言われてる。なんで、赤と青で決められないと赤なの。待って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 、なんか書いてあるっけ。調べられないよね。どうしよっかな。赤で。その2つなら当然赤でしょ。お菓子とか何かいいもの入ってるかも。言えないか。分かった、やってみるを飛ばしてしまった。まあでもあんま聞こえなかったかもな。今下の方引っ込んなかった気のせい。ボロボロで不気味だな。私たちが中にいる間は絶対潰れないだよね。ね。なんか、いや、危ない気がしてきた。進むわけではない。ちょ、待って。上の方なんだよね。ああ、これかな、これだな。コントロールパネル見てない。こんだけボタンが並んでると押したくなるけど、押したら絶対やばいことになりそう。カラスの死骸。うん。なんか不吉だな。どうしてアップにした？こっちは？ここ走れない。いや、若干早いか。地面に寝る方がマシ。漫画にダニとの戦闘シーンはなかったよね。でもこの感じ昼寝ぐらいはしてんのかな。で、ここで漫画描いてたりもしてたのかな。秘密基地なんだろうね。ここ行き止まり？裏口。どうやって開けるんだろう。どっかにボタンあるのかな。ボタンあるね。ライアンは頼りになるな。電気はつかないかもな。電気つかん。こ
んなものまで置きっぱなしになってるなんて。オープン。あ、やっぱ電気がつかないとダメなんだ。Eさんが通ったのはここじゃないね。他を当たってみる。なるほど。オッケー。じゃあ戻って、多分階段のところだと思うんだよね。で、もう一個なんかどっか調べてなかったっけ？なんか心に刺さりながらも、あ、これか。漫画と関係なし。漫画と関係なし。じゃあ階段行っちゃいますね。おい。いきなり崩れたりはしなそうだね。グラベル。あの子は上に行ったはず。うわ、怖いな。本当にそこ抜けない？この階段登ってったみたい。あ、ごめん。これわざわざ自分が通った後に戻してるってことだよね。この音で気づかない？結構大きい声出してると思う。声じゃない、音出してると思うけど、扉開けた時もしっかり。ちゃんと生きてる？関係者ドア。行き止まりだよね、ここね。もっと上っていう話じゃなかった？これ調べちゃおうかな。はいはい、入らないよ。漫画と関係なし。言われなくてもね。警告看板だって。今さら注意って言われてもね。確かに。フロアパネル。漫画にはない。はんはんはん。で、マート。ベルトコンベア、マート。よし、あと少しだ。なるほどね。ここかな、ジャンプする場所。漫画にあったヘビみたいなやつに似てる。行っちゃうのか。すごいな、Eさん。まさしくって感じ。しかもこれをかけるのがすごいわ。これだね。Eさんはベルトコンベアに飛び乗ったってこと？私は他の道を探そう。他の道？ベルトコンベアを伝って小屋まで渡ったみたい。海。これってマジかだっけ？離れて。クランクって。おお、うまくいったな。まさか手動だったなんてね。さすが廃墟だな。あー、そっから行くのね。オッケー。お、見れるじゃん。アレックスの言う通り、あの漫画が手がかりになればいいんだけど。そうだね。お待たせ。遅かったな。お、体が覚えてるってやつかね。余裕だった。さて次は、階段ある？山頂の向こうのあの光。おー、まあ、めっちゃ満月だし。昨日は見晴らし台から辺りを見回してモンスターの巣の入り口を見つけた。だから同じように見渡せば。あれだ、きっとあそこだよ。谷の方が。くそ、急ごう。わざわざ夜に行かんでも、Eさんも。まあ夜じゃないと、あの親に隠れてね、こそ、なんだろう、大胆なことできないしね。谷か。
そっか、この辺りまで来てるから工事、ああ工場でいろいろ音出しても聞こえなかったんだ。イーサン、どこだ。イーサン、なんか見える？なんか紫だ。なんだ？光？なんだろうね。おうおうおう、あ、オーラが見えてんのか。イーサン、アレックス、怖いよ。どうしたの、どうしたの。今助けてやるからな。いや、ちょっと待て。何？何が怖いの？イーサン、平気か。渡ったはいいけど帰れないっていうこと？心配いらないからな、待ってろよ。うわ、ダメ、絶対来ないで。下も谷、やばい感じ。恐怖が溢れ出してる。近づけば私もダメだ。俺たちじゃ多すぎる。うわ、マジ、マジか。私が行く。うわ、頑張れ。本気か。頑張れ。ロープ欲しい。前を教えたビレのやり方は覚えてる。 あるんかい。よし、頼む。あ、お兄ちゃんだから妹の命のために自分で結べっていうこと？平気？怖いかも。正直に言おう。怖い？だって怖くないわけないじゃん。無理もないな。うん、じゃあちょっと深呼吸しようか。うわ、ライアンいい人ほんま。よし、私もドキドキする。落ち着いていけばうまくいくさ。うん、なあ、こっちを見てくれないか。これからこのロープを君に巻く。うん、ゲイブにもつながってるやつだ。うんうん、あの切り株を支点にして体を支える。いい？なんかすごいちゃんと寄り添ってくれる感じ。マジでライアンいい人。さすがアレックスだ。いや、マジでいい人。覚えておいて、ゆっくり進むのが成功への近道だ。うん、頼んだよ。任せて。頑張れ。かっこいい。頑張れ。持ってほしい、この大木。アレックス、体重いくつぐらいなんだろう。55とか。今助けてあげる。待って、急に操作来た。ムービーのままでいいけど。いい感じだぞ。ゆっくりが大事、ゆっくりが大事。来ないで、危ないよ。下、絶対助ける。あなたを連れて帰るって決めてるの。絶対助けるからね。谷、どんぐらい深いの？ねえ、いやでも下見ちゃダメ。下は見ちゃダメ。とりあえず落ちないことを。でもボキってまだ言ってない。最悪イーサンを抱えて。ねえ、ほら、助けに来たよ。頑張って、来ないで。勇気出して、怒ったりしないから。このままじゃ無理。まずはイーサンを落ち着かせないと。うん、頑張れ頑張れ。もう大丈夫だから深呼吸して。こんなとこ来なきゃよかった。僕には無理だったんだ。うん、分かった。少し整理しよっか。うん、どうやってここに来たの？この木の上を歩いてたら、それが落ちて。そっか。だけど今度は落ちたりしないよ。
バランス感覚がいいから。さっきの私見たでしょ、すごいバランス感覚じゃなかった？だから平気。絶対絶対無理だよ。すぐ下にあいつがいるし。あいつ？あいつって何？なんか見えてる。わかんないけど、とにかく助け出さなきゃ。それを見ない方がいい気がするわしら。ここはできないよ。あいつに見つかりたくない。あ、見つかりたくないから動きたくもないのか。どうせわかんないよ。うん、わかんない。怖がってる理由を理解できれば説得できるかもしれないけど、そうするにはこの子の感情に触れるしか方法が。なるほど。あ、もうなんでこんなことに。頑張れ。行きますか。あれ、あ、もう行ったの。やってみせる。頑張れ頑張れ。飲み込まれすぎない程度に。やだやだ、何これ。頑張れ頑張れ。何だった？一体どうなってるの？まさかイーさんには世界がこう見えてるってこと？なんだこれ。爪痕？大事するつもりだったのに、僕の方がやられそう。魔物の爪痕なのかな。感情だけじゃなくて世界の見え方まで共有してるんだ。なるほど。下にあいつらって言ってたよね。下は見えないか。カバンとあと漫画。カバン見るか。いろいろ持ってきたのに、一つも役に立たないなんて。こんな散乱してんのに拾おうともしないぐらい動揺してるね。漫画のヒーローなら、でも漫画と現実は違う。でもそれが知れた一人の冒険だったんだね。落ちるのが怖いんじゃない。この子が本当に怖がってるの。何が見えてるの？ああ。絶対に嫌だ。見つかりたくない。なるほどね。そんなはずないのに。あ、もう本当にいるみたい。ねえ、私も分かったよ。あそこにモンスターがいる。マジで怖いよね。でも平気。私ね、透明だから。透明だから。透過の腕は知ってるでしょ。本当にあったんだ。モンスターだっているし。昼間話してたことだよね。本当だよ。ほら、手を握って。これなら見つからないでしょ。勇気出して。兄さんいくつなんだろうね。小学5年生とかなんかな。はい、これで透明だった。しっかり握ってね。下は見ちゃダメだよ。頑張れアレックス、頑張れ頑張れ。行くぞ。ロープを緩めるな。頑張れ頑張れ。ここからだ。上を見る。ゆっくり行こう。うーわ、こーわ、こーわ。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。ねえ、なに？僕やっぱり怖い。大丈夫、私もだよ。うん、私もだよ。一緒に頑張ろう。一歩ずつゆっくりね。うん、うん。ほら、こんなに姿見せてるのに。負け折れない。折れても離さない。わからないけど、折れたとしてもイーさんのことだけは離さないよ。うん。頑張れ、頑張れ。ゆっくりゆっくり。
ちょい、半分は来たよ。いや、すごいよね、バランス感覚。もう腰が抜けてもしょうがないぐらいなんだけど。めっにょーの、ドキドキするドキドキする頑張れ。あ、なに、リーさん絶対離さない、絶対離さない。はい、上見る。大丈夫だ、あと少し気を抜くな。いや、怖すぎるでしょ、下。もうちょい、もうちょい、いいぞ、あと少し。はいはいはい、よし、もう大丈夫だ。勇者の気分だね。ん？なんだ？爆破しないんじゃないの？え？止めたんじゃないの？え？嘘でしょ？こうさ、なんだろうな、大丈夫大丈夫って言いたいんだけど、トロフィー名が、トロフィー名が完全に、マジ？そう。もう今そんなステータス見てる気分じゃないんだけど。フレンドのデータを確認する。これ私がこの白いやつで、あの灰色のやつがみんなのあれってことだよね。私これ今発売日前にやってるから、フレンドは何人かいるけど誰もやってはないと思うから、あの今現状プレイしてる人が選んだやつっていうことだよね。マジな。ということで、エピソード1はおそらくここまでになりますね。一応発売日前はエピソード1終わりまで投稿してもいいっていうことなので、ここまでになるんですけど、もうもちろん最後までプレイしようかなと思っているので、またゆるりと投稿していこうと思います。うわ、いやー、やばやばやば。どういうね、ちょっとさ、いや、あげるだけあげてさ、もう本当に、うわー、なんか今までも実況ゲームで驚いてきたことはあるけど、なんかなんだろうな、違うベクトルでリアルだし、なんだろうな、なんか今までとは違う
感情だなこれ。うわー、はい、すごく続き気になるね。そして皆さんも一緒にプレイしましょう。これはね、十人十色が出るゲームだしね。はい、それではここまで見てくださってありがとうございました。バイバーイ、またねー。